皆さんおはようございます。ニュースみたいな。今日はこんな不審者な格好で銀行に行きお金を下ろしてきました。その前にたくさん記帳してなかったので、通帳の記帳を ATM で助手席にやっといてから窓口行こうかなと思ったら ATM ぶっ壊しました。記帳してからさ、また出てきてからさ、未記帳がありますってまた記帳してましたから、これ3回目だったわけ。それなんか途中でさ、エラーだったから取り扱い終了しましたみたいな係員、備え付けの電話で呼び出してくださいって言ってからさ、不審者だけど特に身分証も求められることもなく下ろしちゃった。手術台行きます。マジおびきた。これが24万円で100万円。100万円です。お金下ろしてきました。124万円ぴったり。これをこの後収めてまいります。それ頑張って貯めたお金がなくなるってよ。一瞬で消える。一瞬で消える。これもったいないってよ。頑張って貯めれたね。頑張った。収めてまいります。ではまた。皆さんこんばんは。 FTM のお時間です。勝手に作ってみたって。先日1月27日月曜日に病院行ってきました。手術前の最後の病院です。今回は手術の同意書のサインと入院の説明とお薬もらいました。今回はですね、2120円と740円、診察婦人科が2120円、外科が740円、病院で払ったのが2860円で、これプラス薬代が2460円、5940円。お薬は入院前日に飲む下剤1錠と、あと膣剤、女性ホルモンの薬局行ったら膣剤だけないって言われてから、1日1回膣へ、1日1回2個ぶち込む、うん、入院当日はあのだから持ってきてって言ってた、うん、でその袋にこれが1個コーラックみたいなやつ、これは前日に飲むやつで、こんな感じでお薬を処方してもらってですね、あとはあの手術の話をあの身内の人と一緒に説明を受けて、なんかたくさんサインしました。入院の案内、2月24日月曜日、自分はあの土日祝日の扱いの入院、祝日の日で、なんか普通の日の入院と違うって。で、11時までに病院行って、そのまま救急のとこから入って体調確認をやってから入院手続きに入ってくださいって。で、あとは入院前に発熱などの症状がある場合は外科外来までご連絡ください。入院してからとかのあれだったら結局その日の入院費とかがかかってしまってお金払わなきゃいけなくなるから、それか前に体調悪いんだったら前もって行って手術をキャンセルするした方がいい、あるいは延期してもらった方がいいらしい、ね、こんなに今風邪ひいてね、今風邪ひいています。で、持ち物が、自分はもう最初から個室じゃなくて大部屋にしてもらったので、診察券、保険証、入院申し込み書、同意書、この今回月曜日に書いて同意書をまた持ってきて、で、個室じゃない場合はテレビが音声流れないんでイヤホンじゃないと聞けないって、イヤホン持ってきてと、あとテープ式の紙をおむつと、術後内滴してら術後チーデルらしいからナプキンを第3枚中5枚持ってきてください、書かれてます。これには入院当日はお昼までは家でご飯食べてから、病院のご飯は夕ご飯かららしいです。入院前日からは消化がいいものを食べてくださいって言った、酢うどんとか、日曜日も前日も当日もどんしか食べませんでしたって、うん、で確か入院初日の夕飯友達から送ってもらったやつが液体のご飯、なんか緑とオレンジとみたいな、離乳食、離乳食以上の液体じゃなかった、うん、スープみたいに多分飲まないか食べないと思うじゃあお昼まではご飯食べていいそうです。で、手術の同意書がですね、手術検査書、あの婦人科と外科、あ形成外科でそれぞれサインがあって、形成外科がサインめっちゃ多い、多かった。しかも3時半の予約だったけどさ、今じゃ4時半過ぎぐらいに呼ばれて、その後婦人科行って、おじさんサインまで終わらせたらもう先に返して、その後入院説明受けて、で結局お会計に回ったのが6時半ぐらいだから、普通の受付のお会計閉まってるから救急のところに行ってくださいって言われて、あっちでお会計して、でそれからお会計呼ばれるの多分30分ぐらい、病院出たの7時ぐらい、
それから薬取りに行って、薬がないって言われて、30分待ちますかって言われて、送りますかって言って送ってくださいって。で、なんだかんだ病院に4時間ぐらいいたかな。まず外科のが、両側乳房切除術、乳輪乳頭縮小術同意書についてのサイン。これはあの手術の説明、手術の必要性が、要は命の危険があるとかで手術をするんじゃなくて、自分自身が望んでやる手術ですよっていう、だから自己責任ですよっていう手術で、で手術療法は性同一性障害の治療の一部であり、手術を受けさえすればこれまでの悩みや苦しみが全て解決されるわけではありませんと、うんうん、だから手術したから自分のもう全ての願望が叶ったっていうことにならないよみたいな。で手術検査の処置の内容、両側の乳輪またはその周囲を切開し、乳腺と皮下脂肪を切除します。乳輪下の乳腺は一部残します。状況に応じて乳輪周囲の皮膚の切除を行います。両側の胸部に傷からの染み出し液を排出する管を留置します。ドレーンで乳輪乳頭縮小術も予定しますが、局所の血流の状態によっては後日行うこともあります。これがですね、絵を描いてくれたんですけど、これ先生が描いてくれた絵、上が正面から見た胸の形で、これ横から見た断面図みたいな。で胸はこの乳輪のところをギザ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 切って、でこの乳腺取るって。でこの横から見た図の時にさ、いっぱい線で引かれてるんだけど、でこんなって胸の形で乳首があって、ここの白い線のところ、白い線っていうのはここが皮下脂肪で、ここに乳腺があるらしいんですね。だけどこの乳腺きれいに全部取っちゃうと、ここの皮下脂肪の厚みとここの先頭の厚みが違うくて、胸のところ、この乳首のところ、乳輪のところがへこんだように見えてしまうって、くぼんだように。だからこの皮下脂肪と同じ厚みぐらいの乳腺を残して後を取るみたいな、あとは胸が平らになるように調整して取るらしいんだけど、全部の乳腺を取るわけではないって。ミルクは出るもん、なんかこれからミルク作るって言って、この胸の下のこのまあ、ここが筋肉で、その下が骨があって、でこっちからなんか血液が、血管が通ってるらしいんだけど、この通ったらここの血管がつながってないのかな確か。でここの血管からその中血が流れるようにするらしいんだけど、でこの乳腺手術終わった後に、この乳首のところ、乳輪のところに針を刺して出血を確認するって。でそれがさっき言った局所の血流の状態、この状態で普通になんか赤い血が普通に流れてきたら OK って、でも赤い血じゃなくてなんか黒っぽい血が出てきたりとか、なんかちょっと通常となんか血流悪そうな感じだったら、もうこの日はこの乳輪縮小手術はしないって、乳腺だけって終わりって。で後日やるんだけど、その後日は3ヶ月空けてから、その後ってでまた日程調整して、でまたそこで入院は多分いらないよね、日帰りでできそうだよね確か、確か日帰りでできたはずで、ちょっと血流が大丈夫だったらそのまま入院縮小手術に入るって。でこの隣のこの丸っこい、これが入院と乳首があって、この辺のこのこっちをこうやって、乳首の真ん中の時だけ一部皮膚残して、こんな感じで切って、で縫ったらこんな感じ、乳首ちっちゃくなって、まあ、横になんか線が入ってるような感じで縫われるってっていう説明の話 と、臨床データを学術研究目的に利用することに関する同意書、写真とか撮るよとかで、あと一般外科手術、静脈血栓、血栓感染かな、塞ぐって感じに症予防計画書、同意書で、自分の手術が低リスク、中リスク、高リスク、最高リスクだったら中リスクになるって、危険因子のある大手術っていうところで入るらしいわけさ、うん、年齢だったら入らないんだけど、45分以上の手術、大手術、うん、とか、あとホルモン注射とかやってるからとかということで、危険因子がある大手術で、うん、で予防法で間欠的空気圧迫法、エコノミー症候群っていうのになるらしくて、この人間、このふくらはぎ、足のふくらはぎ、この足がこの動いて、その血流をこの送ってさ、全身に血が巡れるような巡るようになってて、手術してる間動かないし、その止めるさね、麻酔とか終わって通常に戻った時にさ、この血流が活発ではないさ、で入院中も横になってるさね、だからこっちないから、この血流が弱くなっていると、このなんかだんだんドロドロした塊みたいになって、うん、でこれが、あ、まあ、この手術とかが終わって、この循環を通常の状態に戻した時に、
これが流れていって肺とか心臓とかに行って詰まっちゃうみたいなことがあって、うん、なかなか足だからなんか空気圧でマッサージするみたいな、うん、凝固療法血栓とかのこのリスクのあれで、まあ、こういう予防結果ってまあやりますよっていうのに、まあ、サインしたのと、で手術前禁煙説明同意書、現在私はタバコ吸っています吸ってませんので1月8日より禁煙やりますっていう説明の同意書にサイン、あとは輸血同意書、輸血は基本やらないらしいんだけど、まあ、必要にならないって基本はだけど一応万が一に備えて輸血にも同意しますよっていう、まあ、そのリスクとかね、肝炎とかエイズとかアレルギーとか。で、次が婦人科で手術検査処置同意書。婦人科のは、まあ、同じなんで、自分の希望で手術しますよ、みたいな感じのと、手術の仕方、体のどこに切れ込み入れて、で、おへその上が 1.5 センチぐらい、横が 1.5 で、この辺が1センチずつぐらい切って、体内視鏡を入れてとか、中で、まあ、電気メスとか、中のメスで切ったりとかして、で、下から取って、で下の部分を縫うみたいな、なんかその取り出すために膣剤飲んでその子宮を柔らかくして取り出すくしやすくするっていう、だからこのホルモン注射の時この硬いみたいな、子宮が固まって小さく固まっちゃうから、だから柔らかくして出やすくする、で穴が塞がるわけではなくて穴があったらこっちを縫って止めてる状態みたいな感じで、で取り出す時に場合によっては出産みたいに切ってから出す時もあるって、で切ったらちょっと縫いますよみたいなっていう話だったね。この縫った後、この中の穴自体は開いてる状態ですよね。だから今度はもし次の手術にステップに進むか進まないかで、それをどうするかっていうのを考えればいい。だからもし悲しいね、チンコつけるってなった時には、そこのその質の、あ、違う、この道のそこの皮膚、そこの穴のこの部分を使ってこの精液を作っていくらしいわけさ。でもしもう精液作らないっていうんだったら、穴を塞ぐ注射術とかでもいい。それはその今後のまたステップ。であと、まあ、合併症の可能性とか、子宮を摘出すると月経はなくなり妊娠することはできません、また閉経前に卵巣を摘出すると更年期症状や骨粗鬆症が起こることがあります、まれに子宮摘出後の性行為により膣断端が破れてしまうことがあるため、術後は3ヶ月間性交渉腹圧がかかる行為は控えてください、筋トレするなって言ってる、あとこれはそれぞれ入ってるんですけど、手術同意撤回書、手術やっぱりやりません、キャンセルとかじゃなくて手術自体をもう撤回するってなった場合はこれにサインして出してね、手術の説明書、入院するときに持ってくるものとか、病院の洋服使うか使わないかとか、食事は何時ですよとか、面会は何時か何時ですよとか、今回胸オペと内的で124万円お支払いしてるんですけど、余ればお金返ってくるし、オーバーしたら追加の支払いもあり得る、通常個室で用意されてる。だけど希望すれば大部屋にできて、ちょっと見ると多分個室がね、料金が1日5500円なんですよ。だからもし安く済ませるんだったら、最初から大部屋に入ってた方が楽かな。病院服は73円ですとか、もしまあ費用少しでも下げたいんだったら、大部屋を使う、痛み止めは使う。痛み止めも使うか使わないかレベルって。術後のね。痛み止め痛み痛いってよ、うん、自分は多分、うん、痛みもなんか痛み止めも種類があるみたい、確かそんな感じで言った、あ、薬みたいなと点滴みたいな、モレイネとかは違うんじゃないか、まあ、使わなければ使わないほどお金が安く済む予定、まあ、あとは無事1日で手術が全部終わればいいけどね、3ヶ月後とかやりたくないけど、うん、ね、手術も1週間前後って決まってないんでしょ、入院、あ、入院は一応は1週間を予定って言ってたよ、ただまあその結局どれ胸オペの中の血が 25cc 以下にならないとドレーン抜けないから、なったらドレーン抜けて退院できる、あ、そうそう、あと怖いのがさ、怪我した時にさ、血ってよりかはさ、その白っぽい水、あの透明な水っぽいのが出るの分かる、意味じゃないけど血じゃなくてさ、血が出てないけどなんかちょっと塗る、なんかベタってしたあれがさ、この胸でも出るんだって、人によってこれがなんか出すぎて胸がなんか腫れてしまって再手術っていうこともあり得るって、うん、これこれ一件だけあったってさ、言われにこれ、この再手術のあったのは一件だけって、今日は2月2日日曜日です、禁煙25日目、ドヤドヤで手術まで
あと22日、うん、もう3週間ぐらい。短いね。早いね。子宮見ますかって言われたわけ。見ないって言ったけど、やっぱ見とこうかな。子宮は落ちたんでしょ。やっぱ見とこうかなと思ってから、一生見ることないさね。あ、じゃあやっぱ見ときますって言って、一応見ることにしたんだけど。あ、そっか。あと自分手術の治療以外にその胸のしこりも今回取ることになってるから、そのしこりを病理検査に出すか出さないかっていうので、一応、まあ、乳腺全部取るわけじゃないから、万が一がんになった時のために一応病理検査出して、それが多分1万円くらいかぐらい、一応この費用で賄い切れると思うけど、それもやる。本来だったら別々の日の手術だったら保険効くんだけど、もうその手術の一環の中でやるから、同じ日にやるから保険効かないで、あと手術が1番手、同じ日に手術2人目もいるのかな。自分1番手で、朝8時半からなんか点滴とかやって麻酔して手術、9時か9時半ぐらいから手術開始して、で午前中で婦人科の手術内的が終わって、で手術した時はなんか婦人科の足上げの先、さっきのレイチェルみたいに、そうおまたバッカーの検査の時みたいに足上げてなんか手術するみたいで、終わったら体勢整えて胸オペの体勢になって、それからバトンタッチして手術って、で多分3時から5時ぐらいに手術が終わる。6時間から8時間ぐらいかな。でも手術の準備8時半から始めるから結構長い手術になる。ということで皆さん、また3週間後ぐらいお会いしましょう。さようなら。